千恵子です。今日のご質問は、私はグローバルに育てたいんですけれども、夫や周りの賛成が得られませんというご質問で。そうなんですよね。もう先を見越して育てていかなきゃいけないじゃないですか。私たちの子供って10年後20年後に活躍してもらったりする人材であるわけですので、親は育った環境もね、2人とも違ったりとかするし、だけれども私たちの成功事例は古い成功事例になっているので、時代に合わせて変えていく必要があるんですよね。そうなると、どういった能力をつけてあげたらいいのか、教育をしといてあげたらいいのか、親が選んでいかなければいけないですよね。10年後20年後先を見越して逆算していくっていうことがすごく重要だと思うんですよね。経済の流れとかそういったものを見ていくと、こういう社会になっていくよね、こういう人材必要になっていくよね、そういったところも夫婦でよく話し合って、子供に幸せな人生を送ってもらいたいっていうのが、まあ最終ゴールだと思うので、よく夫婦で話し合っていただいて、10年後どういう世界になってるのかをイメージして、子育て戦略を考える、教育方針を考える、教育資金を用意するみたいな形で話し合っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。なので、奥さんのプレゼン能力っていうのも重要になってくると思いますので、旦那さんがイエスと言ってもらえるようなプレゼンを頑張ってやってみてください。じゃあね。